よし、あだばなの館青やりましょう。前回の全くもって続きからですございます。でどうすればいいんだろう。なんかね、前回いじめにあってた花野くんってこのためになんか復讐をするっていう感じだったんだけど、結局この復讐してあげようかって言った本人がその花野くんぶっ殺しちゃってるし、なんか今からそのいじめっ子たちをぶち殺すらしいです。あ、こんな感じなんだね。各フロアにあるクリスタルに触ることでそのフロアのルールや仕掛けの説明を聞くことができます。また矢印部分に仕掛けを施すことができます。なんか難しそうだな。わー、伸びた。早速お前からか。ここでは猿渡りエイジを殺すための仕掛けを施します。猿渡り以外の獲物は全て下の牢屋のような部屋に入ります。その後猿渡りが中央の白いテーブルに座ります。テーブルに座った猿渡りはそこから出される5つの料理全てを食べないといけません。猿渡りに出される料理は牢屋に入れられている青と含める4人のメンバーがそれぞれ1つずつ選ぶことになります。この時1ハンバーグ、2カレー、3麻婆豆腐というように3択から選び、それを猿渡りが食べることとなります。ただし3択のうちどれかに毒が入っており、それを食べた瞬間猿渡りは苦しみます。この毒は1度では死なず、3回毒入りの料理を食べさせることで猿渡りを殺すことができます。猿渡りに何を食べさせるか、下の牢屋の入り口にあるモニターのようなもので仕掛けを施すことができます。また最後の5つ目の料理は猿渡り猿渡りが死ぬか、無事に料理を5つ食べ終われればこのフロアより先に行きます。ちょっと難しい。説明を読んでるとね、喋ってる時はいいんだけど結局頭に入らない時あるんだよね。飲み物がある。あ、即死トラップこれ。おー、いや、やめとこう。で、ここで、これは、あ、で、パスタが毒入りなんだね。ステーキ、ピザ、パスタ、偽の毒表記をする。ピザにも毒を仕込む。え、これでいいじゃん、これでいいじゃん。全然毒仕込けてってなんだよ。仕掛けて、で、これで、え、これだと、ここでは犬崎が猿渡りに食べさせる料理を選べます。ああ、は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 あ、へえ。偽の毒表記を金と引き換えに誘導。これすげえすげえすげえけど、毒表記を変えよう。これにしてこいつを誘導させれば、あともうこれでいいんじゃないか。これでミスって1回食っちゃって、あともうこいつが運が悪かったら、あとこいつ2回とも死ぬ食っちゃう。はい、もうあれ簡単だな。これでいいんだよ。今ちょっと1回セーブしとこう。一応セーブね。俺ちょっと頭なんか結構俺単純だから、なんか普通になんかこんな簡単そうに言ってるけど普通にミスるからね。あ、結構連続でやってくのね。このフロアの説明聞きますか。うわー、君も殺さなきゃいけないのか。まあ可愛かったから、まあしょうがないか。いっか。ここではなんちゃらいつかを殺すための仕掛けを施します。ここでアウトを含む全ての獲物たちがそれぞれネームプレートのある部屋に入り12時間を過ごします。めっちゃ過ごすね。一度入ると部屋から出ることは許されず、もしも部屋から出ればここをうろついている殺戮マシンに殺されます。の部屋に様々な仕掛けを施し、の精神を追い詰め狂乱状態にすることで外に出して殺戮マシンに殺させるのが目的です。おお。また部屋に入る前に銀のテーブルにある食べ物を獲物たちは部屋に持ち込むことができます。この時が選びそうなアイテムに仕掛けをすることでさらに追い込むことができます。死ぬか、無事に24時間過ぎることでこの部屋に先に来ます。はい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 、なるほどね。ここは爆竹、いいね、仕掛けよう。え、なんかすごい楽しい。これでなんかあいつケーキ好きそうだな。下剤混ぜれるね。混ぜよう。こいつ何、あ、殺戮マシン。これに桃山か犬酒の声を登録して喋らせることができます。二人の声のうちどれかで、おう、おう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 、でもいいだろう、いいで、まだいいんだよ。それで爆竹はなんか全部で仕掛けた方が案外いいんじゃないかな。あ、違う、ここには多分犬崎とかが来るってことか。解除して、こいつらのやつあんまやらない。でも一ついたずらで仕掛けとこうこれは指先の表面が溶ける毒。うわ、すげえ、見たい。ぬいぐるみが噛みつく。あー、見たいけど待って、ちょっと待って、しょうがないからちょっと待ってよ。電流が流れる。ああ、ああ、いいね。タイルの無地、あー最高。血が出る、あ、これはいいわ。あ、でもこれ5ポイントか。あ、でも5ポイントも案外後々大事になりそうな気するからね。ちょっと待ってね、これやめて。電流な、いや、待って、これだろ、これ噛みつくだろ、噛みつく。これであとコンビニ弁当にも下剤を混ぜない方がいいか。ちょっとポイントが怪しくなってきたな。ちょっと一回これで先進んじゃおう。ここは
あ、次こいつか。これ誰だっけ。このフロアの目的は犬崎一人で一番奥の台所まで行き鍵を取って戻ってくるまでがゴールです、うん、まず最初の部屋では本音クイズと呼ばれるものを3回行ってもらいます。この本音クイズでは不正解だった場合犬崎に電流が走りダメージが与えられます。ほう、3人とも、さあ3回とも不正解だった場合かなりのダメージを犬崎を負います。また正解だった場合電流は走りません。次のゴミ捨て場部屋ではゴミの中に隠された台所の鍵を犬崎に探させます。この時ゴミの中に危険な仕掛けを施して犬崎にダメージを与えられます。最後の台所では殺戮マシンの目を盗んで鍵を取って逃げます。追いかけてくる殺戮マシンから最後まで逃げれば犬崎を救います。こいつの時は結構ハードだね。ただしそれまでのダメージや殺戮マシンから受けるダメージによって犬崎は死亡します。犬崎が死ぬか生きて鍵を持ってこられた場合このフロアより先に進めます。はい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 。あ、1問目、桃山はあなたを親友と思っている。なんかすごいね、うん、好きなのあなた。おう、青戸には妹がいるとなっております。おう、あー、待って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 、面白いような仕掛けにしたい。はあ、電流が流れるようにする。あー、電流流れるようにしよう。これでトラバサミに、あー、これもいいな。調べた際でしょ、棚がある。この棚の中に殺戮マシンの鍵を入れます。ほうほう、すげえ、いいね。ちょ待って待って待って、他にもあるぞ。何、あー、逃げ込んだ際いいんだけど、ちょ待って、これむずいな。こいつは今は動力を抜いている。あ、ここまで来ればってことか。うーん、多分こいつここ調べそうだけど、あー、そっか、これか。やめといて、この人形ぬいぐるみに仕掛けをして、で、あと何ポイントだ？ああ、あと何ポイント？ 70 ポイントあるから、いや、これ変えちゃって、いや、待って待って待って、変えるのをこれじゃないな。待って、面白いやつにしよう。面白いやつここだな。ここにして、これでいこう。これでいっちゃおう。これでいっちゃおう。これで次、よしよしよし、すげえ楽しみだ、すげえ楽しみだ。ここは桃山太郎を殺すための仕掛け。これまでのフロアで殺したメンバーのうち一人をゾンビとして、うお、そいつがこの殺戮の館を作った黒幕であると練り切りを着せて桃山と殺し合わせます。ゾンビ薬はすでに用意してありますので、ここの作戦ポイント。おうおうおう、また本番の際ここに来るまでに殺したメンバーの数によってエンディングが分岐。ここまで全員を殺していた際はトゥルーエンド、全員ではない誰かが一人以上、全員ではないが一人以上殺していた際はグッドエンド、誰も殺せなかった場合はノーマルエンドとなります。また仕掛けの作成が終わった際は上にある扉を調べることで本番に移れます。あ、ええっていうことは何、はあ、あ、じゃあ何、まだ俺全然ポイント使ってもいいじゃん。なんやねん、簡単やんけ。じゃあもうどん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 使おう、余ったやつでどんどんやってこよう。ちょっとカットしよう。よーし、ちょっと説明だけさせて。まずここの3つに嘘の毒表記をさせるようにしました。これであいつは多分 100%、 いや多分降格 100% ではないかもしれないけど降格率で死ぬ。で、ここの、あ、こっちはね、ここのトラップで、ここの4つをもうトラップにしておきました。で、3つ目で、ここはさっきと同じだね。ここはカットしないで見たからここは OK だ。で、ことで、ここで、これで、こんなことでやっていこう。いくよ。じゃあ、楽しみ。めっちゃ楽しみ。何このゲーム、すげえ面白いんだけど。よし、準備は万端スペード。それじゃあ、早速、連中をこの館に閉じ込められて、殺戮しちゃおうね。あと、楽しみだな。すげえ面白い、これ。はぁ、マジで学校足りんやな。何言ってんの、ももちゃん。俺ら昼間からゲーセン行ってたじゃん。確かに。ねえねえ、この後カラオケ行かない？もう怒ってよ。あ、お前この間新しいパパができたって金むしり取ったじゃないか。何その家計。だってそのお金もう全部使っちゃったんだもん。多分こいつかなりクズだよね。それにこの間お金せがんだろ、その親父ケチってきたんだよ。ムカついたから私の関係バラしてやるって脅したらあっさり大金くれたけどさ、何その金、何出ないの、お前ほんとビッチなんだな。それだけじゃ収まらないからそいつの人生めちゃくちゃにしてやろうと思ってんの。死ね。何それ、ひでえじゃん。まったくだぜ、お前につきまとわれるなんてそのおっさんも災難だな。うん、今度桃にもそいつのこと紹介してあげるよ。は？ところでカラオケ来たけどどうするよ。あ、そっか、お前そっか、もう馴染んでんだもんな。あ、なんだったら僕が部屋取ってきてあげるよ。
お、マジか、助かるぜ、アウト。なーに、桃山のためならお安いご用だよ。何長くなってんだよ。しかし、意外とあの青とって俺らのグループに馴染んでるよな。確かに、僕らの知らない遊びを結構知ってるみたいだし、仲間に引き入れて正解だったんじゃない、モモだな。と思ってんだろ、お前ら今から痛い目見るぞ。お待たせ、305号室が空いてるってさ。それじゃ移動しよう。お、ここじゃねえか。あれ、入ろう入ろう。来た、なんだこれ、煙、なにこれ、すげえ行く顔真っ青なってるぞこいつ、意識が。みんなじゃねえか。おい、なんだよこれ、やば、これ毒。さてと、スペード、これで全員眠らせたい。それじゃあ早速例の館に運ぶとしようか。トラベル、いいね、面白いよ。あ、なんだよここ、どうなってんだ一体。おい、どこだよ、なんで俺たちこんなところにいるんだよ。ちょっと待てよ、僕たちさっきまでカラオケにいたはずだろ。ちょ、だっかよ、ここなんで私こんなところにいるの。誰か説明して、説明しなさいなお前演技下手くそだななんだよここ、どうして僕たちがこんなところ。お、来た。やあ、皆さん。お目覚めかな？誰だ？僕は君たちをここへ閉じ込めた館の主人だ。君たちにはここであるゲームをしてもらう。はあ？何言ってんだ？閉じ込めたってあんたそれ！反対じゃない！そうだてめえ。いきなり何をふざかと言ってやがるんだ。彼野郎がふざけんな！出せ！さっさと僕たち出せ！まあ、こいつらがこんな風に、よさずに、すでにいくつかの受け答えを予想してボイスも加工してるコンズに、それじゃあ予定通りあれやろうか。すごいなこいつ。おやおや、どうやら君たちは自分たちの立場を分かってないようだね。はあ、てめえ何言って。はなんだよこの煙。うっマジかこいつ、こいつゲロ入ってたぞ今絶対。苦しい、喉が焼ける。いいね。これ、まさか毒が。おえ、やめてくれ、やめてくれ。歯が苦しい。なんちゃって、僕はすでに中和剤を飲んでるし、僕、ポケットには解毒剤もあるから平気なんだけどね。まあまあ、落ち着いてくれたまえ。この程度、猛毒でもなんでもない微毒性の毒ガスだよ。命に別状はない。ただし今度君たちが、嘆いたりなること、なんだこれわかんねえ、わめいたりか逆らったりしたら致死性の毒ガスを放つから覚悟しておいてね。おえお前やべえなお前みんなやばい、みんなやばい、こいつは本当にのび太だな。それじゃあ改めて君たちの現状を説明するけれど、ちゃんと聞いてくれるかな。わかった、聞く、から説明してくれ。よろしい。まず君たちにはこの先にあるフロアへ進んでもらい、そこでゲームをしてもらう。ゲーム、なに、単純なものだよ。ゲームと呼ぶには、ただしそこでのゲームに失敗すれば死人が出るので注意してくれてもらう。いわゆるデスゲームというものだね。はふざけんな、何がデスゲームだ。お前正気か、このイカレ野郎、こんなことしてタラで済むと思ってんのか。そうよ、あんたもう終わり、終わりよ、警察に捕まって死刑確定よ。何よりもここにいるモモは議員の息子なのよ。しょうもね議員なんだろ。そうだぞてめえ、今すぐ俺たちを解放しろ。ぶっ殺されてえのか。君が議員の息子だなんて知ってるよ桃山太郎くん。むしろそれを承知で君たちを閉じ込めたと言っておこうか。てか この会話のくだりも分かってたのかこいつ、すげえな。は、嘘、じゃあそれってつまり未来は議員の息子ってことなの。俺たちはとばっちりなのか。おい、どうするんだ桃山、てめえのせいで僕たちまで巻き込まれたんだぞ。そうよ、どう責任取るのよ桃山。ほらもうチームワークゼロ。うるせえ、俺のせいじゃねえ。知るか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 、味噌汁。
たまえ。すでにここに閉じ込められた以上、君たちがここから出る方法はただ一つ。この先にあるフロアをクリアし、出口まで行くこと。それだけなんだからさ。もし無事に出口までたどり着けたら君たちを解放しよう。本当だろうな。ああ、約束は守るよ。扉を開けたから準備ができたらその先に進むといい。なんか、本当にあだばなの館のあれだね。なんか全部の施錠を自分が作った感じになってるね。ただし、あまりそこに長居するとまたいつ毒ガスが発生するかわからないから注意するように。それじゃあ検討に乗ってるよ。ふざけやがって。なんで俺がこんな目に遭わなきゃいけないんだ。ふざけんなよ。そりゃ俺たちのセリフだよ、桃山。どういう意味だ。てめえが議員の息子だから俺らが巻き込まれたんだろうが、どうしてくれんで。そうだぞ。いつもは威張り腐ってるくせに、こういう時は何これかよ。いいからなんとかしろよ。ふざけんな、てめえら。俺にどうしろってんだ。ああ、そもそも俺が議員の息子だからって寄ってきたのはてめえらの方だろう。てめえらこそ役に立てよ。確かにお前らはクズだな、本当に。はあ、ふざけんなよクズが。お前もクズだけどな。なんで俺らがお前のためにそんなことをしなくちゃならないんだ。てめえチームワーク、お前ら仲良くねえな全然。もういい、誰でもいいから私を助けてよ。ね、助けてよ。もう本当うるさいねこいつらね。わかるよ今桃山お前の気持ち。もう1対3じゃんね。頑張れ。みんな落ち着きなよ。こうなった以上桃山を責めておじる仕方ないよ。アウト。今はそれよりも僕たち全員が協力してここから出る方法に注力することに集中しよう。それもそうだよな。今は仲間割りしてる場合じゃないよね。だな。よし、じゃあみんなこの先に行こうぜ。ああ。うん。行くしかないよな。アウト。さっきは助かったぜ。気にしないでよ、桃山。僕ら親友だろ。アウト。転校してきた僕を仲間に引き入れてくれた恩、今でも忘れてないよ。その恩に報いるわけじゃないけれど、桃山のことは僕が守ってみせるよ。へえ。俺もお前のこと信頼してるぜ。全員殺してやるよ。楽しみだな。ちょっと一回攻めさせてください。おー、なんか仲間なってる。これでみんなレベル1。クソ雑魚だなお前ら。しょうもねえくらい雑魚だな。よっしゃ、早速行こう。始まって。んだよここは。ようこそ。ここでは君たちのうち一人がそのテーブルに座り料理を食べてもらうというフロアだ。ちなみに残りの4人は全員下の牢屋に入ってもらい、そこからテーブルに座って物に何を食べさせるか指示をしてもらう。テーブルに座ったものが全部食べきれたら次に進んでいい。ただし料理の中には毒が入っているものがあり、それを食べ続ければそいつは死ぬから注意してね。はぁ、ふざけんなよてめえ。そんな毒かもしんない。もう誰が食べるかよ。おっと、言っておくが食べないなんて選択はなしだよ。その場合は毒ガスがこのフロアに発生して君たち全員死ぬから。ふざけるな。こんなの狂ってる。狂ってるぞ。ざっけんなってんね。今すぐ俺たちを出しやがれ。では早速このフロアの挑戦者の名前を発表するよ。挑戦者は猿渡エイジ君。ふざけるな、ふざけるなよ。誰かそんなことするか。僕は嫌だぞ、絶対に嫌だぞ。毒かもしれないものを何でも僕が食わなきゃいけないんだ。僕は知らないぞ。してたまるかクソが。おや、いいのかな。君がしなければ全員毒ガスで死んじゃうよ。え、さてどうしようか。盗撮の剣を使って脅す。桃山を使って後押しする。あー、盗撮の剣を使って脅してやるか。ねえ猿渡君、ちょっといいかな。なんだよこれさ。この盗撮写真猿渡君が撮ったやつだよね。お前なんでそれを持って。いやー、びっくりしたよ。猿渡君が、さんのこんなヌード写真と。おいおい、いいの、いいの、俺も見たいわ。これ、まだバレてないんだよね。教えてもいいかな。うせ、やめろ。なんでもするから、それだけはやめてくれ。じゃあやってもらえるよね。あ、そう。それはその。
あとついでにこのネットの掲示板で桃山をこき下ろしてるのも君だよね。パソコンの IP アドレスから割り出したけど、よかったらこれもバラしていいかな。分かった、やる。やるから許してくれ。クソ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 、なんでんだよこいつ、なんでこんなことまで知ってんだ。やってやるよ、やればいいんだろうがクソが。それじゃあ覚悟は決まったようだし始めようか。さっさとやれや。俺は結果が楽しみで仕方がねえんだよ。第一料理選択、選択者犬崎圭一。メニュー1ハンバーグ、2カレー毒入り、3麻婆豆腐。でもカレーの毒入りじゃなくて別のやつに毒表記されてんだよね。ではまず最初の料理を犬崎くんに決めてもらおう。おい、なんだよこれ、1のハンバーグに毒って明記されてるぞ。おい犬崎、それだけは絶対に選ぶなよ。選んだらお前絶対俺に殺してやるからね。分かってるよ、わざわざ毒なんて書いてあるもの選ぶかよ。来た。いや、なんで麻婆豆腐やねん。ふざけんなよ、おい、規則金髪しね。おい、これ本当に大丈夫なんだろうな。おい、大丈夫なんだろうな。クソクソ、毒が入ったら後でてめえら全員殺してやる。おい、普通の麻婆豆腐美味しいやん。クソ、なんともねえが、僕は辛いのが苦手なんだよ。知らねえよ。お前絶対毒選べよ。1ラーメン毒入り、2キムチ鍋、3キムチ鍋。では次の料理は、今日に決めてもらおう。わかったわ。何を選べば。何よこれ、牛丼に毒って書いてあるよ。それだけは絶対選べないよ。選んだら絶対に許さないからね。お前ヌード写真持ってるくせないってんだよ。わかってるわよ。それじゃあ2のキムチ、なんでお前ら全員なんかその感がいいの。なんでお前ら運いいの。これ本当に大丈夫なんだろうな。大丈夫なんだろうな。クソクソ、毒が入ったらたれてみら全員殺してやる。お前なんなん、2回目。クソ、なんともねえが僕の辛いの苦手なんだよ。なんこいつ。うどん、親子丼、毒入り。ちょ、まだこいつ生き残るじゃん。はあ、お前絶対、はあ、もう絶対うどんに毒って書いてあるんだよ。うん、はあ、だよね。うん、慌てる。クソ、担々麺、もうなんだよこれ、おい、なんだよこれ、なんだよこれ。はぁ、辛いもん食べ、彼食べて口の中辛くてたまらねえんだ。構わないよ。うわ、これ絶対この飲み物じゃなきゃ殺せねえやつじゃん。はぁ、もう最悪じゃん。なんか狂ってる、狂ってるよ。すごい演技下手くそ。じゃあ毒入れラボ、3の刺身で。おいおい、食え、早く食え。うわー、くそくそ、なんだよこれ、喉の苦しい、胸張るんだから。これ3回食わなきゃダメなんだよね。早く死ねよお前、1回で死ねえや。スラバタリエイジ、はあ、ギリ死なねえじゃんこいつ。うちのステーキだ、こいつだ。クソクソ、死んでたまるか。生き残ってやる、絶対に生き残ってやる。はぁ、死ねえよ。あ、ま、死ねえよ。いや、何喜んでんだよ。はぁ、あ、これお前絶対次回殺すからな。だよ、面白くねえな。ほんとだよ、早く死ねえや。まあいいや、まあ絶対次殺す。